はいどうも。えー、本日はですね、ホームページを作っていきたいと思います。えー、何のホームページかっていうと、僕今ね、キャンプ場を作ってるんですけど、まあ、そのね、キャンプ場のホームページを、まあ、作らないといけないんですよ。で、えー、本日が2021年の3月の20日なんですが、キャンプ場オープンがですね、今年の4月なんですよ。なんで、あと10日後にはね、 オープンしなきゃいけないんですけどまだねホームページできてないとで今回ね使うサイトウィックスっていうサイトですね多分結構 CM とかで流れてるんで知ってる方多いと思うんですけど、まあ、このウィックス使ってホームページ作るわけなんですがここにねありますよねちょっとキャンプ場清流の里甲子園ってやつここに一応まあちょっとね作ったんですよ1週間前ぐらいからちょっとずつ作ってるんですけど なんかね、いろんなシステムを、宿泊の予約のシステムを入れたりするのがちょっとよくわかんなくて、もうごちゃ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 しててね、一週間ぐらいちょこちょこ作ってたんですけど、もうこれやめて、うん。また一からね、作ろうかなって思います。ちょっともう、わけわかんなくなったんでね。わけわかんなくなった時は一度リセットして、一から作ると。それが一番ね、手っ取り早いです。ちなみに、これ見ましょうか。 一応今作ったのがこんな感じなんですけど、なんかこの辺にね、いろいろ予約フォーム入れたりとかしたいなと思ってて、でまあこれ YouTube なんですけどね、これ一応キャンプ場を作るにあたってゼロからの過程ですね、まあ作るまでの過程。で、今から今後できて、最終的には1泊50万円するキャンプ場。 作りたいなって思ってて、まあそれまでの過程をね、出してる YouTube やってるんですけど、まあその埋め込みとか、まあいろいろやってたんですけどもう、こうホーム画面とかはもうほぼほぼですね、こうテンプレがあって、そのテンプレのまんまですね。まあ、このテンプレをベースに、まあいろいろ作っていくんですけど、まあここからね、まあちょこちょこ変えていってもいいんですけど、まあせっかくなんでね、ゼロから作ります。 せっかくなんでね。まあ、ゼロからね、ホームページ作るんで、もしかしたら、この動画ね、かなり長くなっちゃうかもしれないです。まあ、ある程度、それなりにできるまではね、ちょっと一応撮っとこうかなって思うんで、8時間もしくは9時間、まあ、下手するとね、12時間以上かかっちゃうかもしれないですけど、それはですね、ご了承ください。ゼロから作ります。もう今日明日、 今日土曜日なんですけどね。もう今日明日でね、必ず作り上げないともうさすがにやばいんで。まあ、なんで僕この WIX っていうサイト使ってるかっていうと、まず一つはですね、無料なんですよ。無料。無料で作れます。で、まあ、僕多分ね、この WIX で初めてサイト作ったのは、おそらくちょっと覚えてないんですけど、多分10年前ぐらいに何かしらのホームページ作ったのが最初だったと思うんですけど、まあそれからですね、ちょこちょこね、まあこの WIX 使って、 ホームページとかウェブサイトを作ってて、今多分20個ぐらいは作ってると思います。なんでまあある程度はね、使い方わかってるんですけど、そんなね、がっつりしたやつ作ってないんで、作り込むっていうのはね、かなり難しいんで、まあ今回はですね、もうサクッと簡単に僕はいつも作ってるような感じのやつを作ります。本当ね、簡単に作ってるんで。 どんなホームページを作成しますかまあこれでね、こう、ポンポンと選んでいくとある程度のテンプルが出てくるんで、まあ皆さんのね、作りたいやつあったら、この中からね、選んでもらえればそれなりにいい感じのやつが出てきますんで、あとはそれを編集していくっていう感じですね。まあ今回は、キャンプ場なんでその他ですね。で、これ、2つ種類あるんですよ。WIX ADI。 で、自動作成と、エディターであなただけのホームページを作成。お好みのテンプレート選び、ドラッグドロップの直感的な操作でデザインと機能を思いのままに編集できますと。ただ、これね、僕、まあ、まあ、両方使ってみたんですけど、本当に初めてホームページ作ったりするって方は、もう絶対こっちの方が多いです。ADI。で、まあ、ある程度ホームページ作るの慣れてるって方は、こっちの方が、ね、やりやすいと思います。 僕が最近作るのはちょっと特殊な作り方してて、まずこの ADI ってやつである程度のテンプレを作り上げて、そこからこのエディタってやつでね、大きく編集していくって感じにしてます。こっちだとね、ま、簡単に編集できるんですけど、やっぱりその文字の大きさを変えたりとか、ま、ちょっと凝った編集したいなって思った時は、これあんまりね、がっつりはできないんですよ。 まあ、こっちで大まかな枠組みを作って、こっちで編集するっていう感じですね。まあ、やってみますね、とりあえず。ADI で始める。どんなサイトを作成しますか、まあ、大体ね、ここ、いろいろね、例があるんですけど、ここにまあ自分が作りたいサイト、もし美容院だったら美容院とか、飲食店だったら飲食店でも、まあ居酒屋とかね。まあいろいろあるじゃないですか。鉄板焼き屋とか、まあそういうのい,いろいろ入れると、 ある程度のテンプレ出てきます。で、今回キャンプ場なんで、キャンプ場って入れるとね、お、いろいろ出てきますよね。このキャンプ用品店、キャンプ用ネット販売、キャンプ用具メーカーとか。で、こうキャンプ場っていうのがあるので、キャンプ場ですね。で、これはどんなアプリ入れますかっていうのがあるんですけど、ここで僕はですね、まあこれ、 前回作ったこのサービス予約ってやつを入れたんですけど、これがっつり使おうと思ったら、月額いくらとかお金かかっちゃいますし、なんかね、僕この使い方、いろいろね、試行錯誤してやったんですけど、なんかちょっと僕の思ってる予約のね、フォーマットじゃなかったので、これ、これはね、つけないです、今回は。で、チャットとかもね、いらないんで、キャンプ場なんで。まあ、いるとしたらね、こんなブログ、 ネットショップも欲しいですけど、とりあえずはいらないです。ウィックスね、このネットショップ使う場合は月額ね、お金かかります。2、三0 0 0円とか。まあ、いろんなプランあるんですけどね、かかります。えー、ビデオ、ビデオ欲しいですね。で、まあ、あ多分ね、そんな大したやつはいらないんで、まあ、まあ、ブログとビデオぐらいでいいかなって思います。まあ、結構最近インスタしてる方いるんで、インスタのフィードとかもね、入れてみてもいいかもしれないですね。アカウント。 登録すると、このインスタグラム投稿するとね、ここにバーンと出るんで、専用のインスタ持ってる方とかはこれ入れた方がいいと思います。僕はキャンプ場のインスタっていうのはね、まあ特にやってないんで、まあとりあえずこれでいきます。で、ホテル名、またはリゾート名。まあこれ自分のホームページのタイトルですね。僕はまあ、キャンプ場、 で、カッコして、清流の差と更新案って書くんですが、耕す心案。こういう字ですね。キャンプ場清流の差の更新案と。で、既存のウェブサイト。 Google プレイス。ま、あこれ、これらはね、まだ何も登録してないんで、ここはまあ、とりあえずは外します。で、まあこ、こメールアドレス入れて、まあ、SNS のね、アカウントがあれば、ここに、まあ、インスタなりんなり。まあ、僕はとりあえず YouTube があるので、このね、キャンプ場の YouTube ですね。これまあ、やってるんで、これの URL をまあ、コピーして、登録者3人ですね。 この三人のうち三人は身内です。ありがとうございます。で、こうやって YouTube を入れとくと。で、まぁ、あ、こんなスタイルですね。どんな感じにするかみたいな。まぁ、あ、リゾート、高級感と上質感のあるスタイル。あー、ど、どうしよう。ちょっと待ってくださいね。これ。 これまあ別にどうでもいいんですけど、まあ高級感上質ある。リゾート、リゾートで行きます。こういったスタイルもね、後で、これちょっと違うなって思ったらすぐ帰れますので、とりあえずここは、まあキャンプ場なんですけど、リゾートで行かせていただきます。お好みのホームページのデザインを選択してください。まあここでね、ある程度こんな感じの、 デザインができますよっていうのが出てきます。で、まあこれ見てもらってね、こう3種類ぐらい出てくるんですよね。こんな感じで。多分さっきのやつはね、これなんですよね。なんで、これで活かしていただきましょう。で、ページを追加。まあいろんなね、ここにページが出てくるんですけど、まあどんなページが欲しいかね。まあ客室とかはないんで、別に客室はいらないですね。 概要。まあ、どんな感じのキャンプ場かっていうの。これま、概要欲しいですね。サービス。特にこれといったサービスがないんでね。まあ、サービスどうかなって思いますけど。まあ、一応入れときます。いらなかったら、後で消したりできるんで。で、ま、お問い合わせですね。まあ、とりあえずは、これでいいですね。まあ、ギャラリーもあってもいいのかもしれないですけど。 ギャラリーも入れとくか、一応。で、まあ、写真とかね、結構撮ったりするんで、こんな感じですっていうの。もう、これで、サイトを作ると。これでもうね、勝手にできちゃいます。これで OK ですね、もう。こんな感じでもう、ダーッとね、ある程度の大まかな、やつはできます。 これで OK なんですよ。どうですかむちゃくちゃ簡単じゃないですかこれでまあ OK は OK なんですけど、まあ全然ね、今から自分用にね、カスタマイズしていくわけなんですが、ここで編集ですね。この先ほど言ったような ADI ってやつで編集すると、 なんか僕のやり方がちょっと悪いのかどうかわかんないんですけど、このね、文字の大きさとかを変えれないんですよ、これ。まあもしかしたら変えれるのかもしれないですけど。なんでちょっとね、もうこれじゃ使い勝手が悪いってことで、僕は大体いいこれで大まかな枠組みを組んだら、このね、サイトってとこを見てもらうと、一番下にエディターを開くってやつがあるので、 このエディタってやつで編集するともっとね、より細かに編集できるんで、僕はいつもこのエディタで編集するようにしてます。さあ、これがエディタですね。これだとね、まあ、結構編集もね、サクサクっとできるんですよ。まあ、例えばこのキャンプ場清流の里更新案っていう文字、ちょっと細いですよね。 これちょっと太くしたいなと思ったらここで、ぴゅっとね、太文字にしてやると、もう太文字になって、ちょっとだけね、見やすくなったんじゃないかなと思います。まあこれ今パソコンで見てる感じなんですが、もちろんですねモ、モバイルよ。スマホで見たときにはこんな感じになりますよっていうのが、こういうのがあります。で、これスマホで見たときこれって、 ちょっと変じゃないですか。ずれてるんで。まあ、これもね、普通に直したりできます。例えばこう文字をね、ちっちゃくしていくと。まあ、こんな感じでね。できると。まあ、文字をちっちゃくするというか、横幅をこう広げてやればね、も、まあ、いいのかなと。 まあこんな感じで、パソコン版で編集した後に、後でね、スマホ版を微調整していくって感じですね。まあ、メインはね、今はもうこのスマホ版なんで、昔はもうパソコンでしたけど、今はもうね、スマホでしか方法を見ないんで、パソコン版で大まかな編集をして、スマホ版で微調整ですね。スマホ版の方でね、大まかな調整ってなかなかできないんですよ。なんで、とりあえずは、これと。 あどうしようかな。もう結構ね、時間経っちゃったんで。とりあえず今回はね、第1弾ということで、ね、これで1回切ります。またね、続けて動画撮るんですけど、次はね、第2弾、エディタで編集編ですね。を撮っていきたいなと思います。一応、続編ができたら、どんどんね、こちらの概要欄の方にも、 続編ね、1、2、3って、いくらまでいくかわかんないですけど、それ、どんどんね、サイトが完成するまでの過程を、全部ね、概要欄に過程を貼っときますので、まあ、そちらのもね、ご覧ください。